き流しまで253ということは、あの吹き流しに打ちたいんですけど、右の感じがすごい嫌ですね。ドラゴンスイングやった後なの素振りをドラゴンスイング後ですよ。右行ってもいいと思って、うん、おお、ナイスショット。引っ掛けてしまった。やっぱり。あ、バンカー入っちゃった。バンカー入っちゃいましたね。バンカー入っちゃいました。うん、やっぱちょっと右上がりましたね。ローテーションがちょっと悪すぎる。お願いします。お願いします。おお。めっちゃいい、ナイスショット、狙い通り、素晴らしい、調子いいな、うん、いい感じ、よかった、でもアドレスちゃんと向けてます。あ、本当ですか、よかった、はい、私たまに、うん、その日によってはすごい右に向きすぎた時があるみたいで、私は結構右に向きやすいようなうん、ティーグラウンドの作りは多いです。あ、そうなんだ、うん、はは、ティーグラウンドのマナーですね、はいはい、気をつけてください、ティーグラウンドに倒されないように、はい、入っちゃいます。クリークが厳しいかな、あ、そんな無理する感じじゃないから、ナイスショ、ちょっとダフりました、方向はいいけど、うん、ナイスです。ちょっと手前から入ったけど、まあ、ダオライということで、ナイスですね。OK、 うまく打つ、うまく打った、5番ウッドです。フェアウェイ、フェアウェイバンカーはウッドとか使うことってあるんですか？ありますね、その、うん、状況によりますけどね、アゴとかなければ全然なければ、全然むしろアイアンよりウッドの方が打ちやすいみたいな時もあります、やっぱり、ソールがあるじゃないですか、はい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 、はい、だから滑りやすい、滑りやすいし打ちやすい、あ、そうなんだ、はい、私ちょっとユーティリティウッドはまだちょっと挑戦できずにいます。あ、頑張ろう。アゴの問題とか、うん、あとバンカーってこう中央に向かってへこんでるんで、はい、そのライが良くないとちょっとやりづらい部分もありますけど、うん、はい、基本はソールがフェース面よりソールがちゃんと厚い幅があるんで、うんうん、はい、滑らしてくる来た方がダフリとかが、はい、少なくなります、ね、なるほど、はい、挑戦してみよう、はい、以上、ありがとうございます、はい、なるほどね、あーめっちゃいい、あーでもちょっと左、いくいく、おー来てくる、どうかな、そうね、ありがとうございます、ちょっと左向いてますね、それは 見逃せないぐらい左向いてますね、挑戦してるからフェード打ってみたいんです。あ、そうなの、すげえ、すげえ戦うんだ。そうなんですね。ちょっと打ってみたくて、最近曲げる練習してるんで。なるほど。はい。頑張ってみます。まあ、振りました。失敗。ちょっとアウトサイド陰面に入る。まあ要は左に抜けていかなきゃいけないんですけど、それを。左に向いたからってできるわけではなくて、フェースが閉じちゃうと意味がないんで、ボールを中心にしてコンパスみたいに、コンパスみたいに、そう、ちょっとこう左向くんですよ、それだけです。そうするとボールが自然と自分の左側に来るんですよ。でそのままスタンスの方向に、フェース面は同じ方向を向けたまま、スタンスと同じ方向に振るだけです。スタンスとリンクル、
あ、大丈夫です。これじゃ届かないかな、届かないかな。あー痛い、スマーディー助手席止めた。ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？落ちましたね。今ぐらいしっかり音がするといい。ありがとうございます。いい音。これはめっちゃいいと思う。いや、ちょっと左手しかもちょっと手前乗ってはいますよね。反射してる。この感じ、模様が綺麗なんです。おお、来た。頑張って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 。やっぱり。さっきのトロピーだったのよ。頑張って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 。オッケーオッケーオッケー。ありがとうございます。お、しっかり、うん、あー、登りが、あった、お、あるなだからほら、登りを引っ掛けやすいって言ったじゃん。あー、そうだ。本当だ。登りを引っ掛けやすい。ヘッドが出やすいですね。こう打とうとするから、こうカップに対してこうヘッドを出そうとしちゃうから引っ掛けやすいんですよ、フェース。だその分、手をしっかり出さなきゃダメです。ヘッドじゃなくて。ヘッド出しちゃいます。そう。270ぐらいあるので、まあ、右のバンカーはあんま入らないと思うんですよね。うん、だから、はい、流し方向よりちょい右から、まあ、ドローすればいいなっていう感じがします。はい。ナイスショット。ナイスショット。ありがとうございます。腸腰筋で、腸腰筋、腸腰筋、腸腰筋で、ありがとうございます。私のようなその身長160センチの普通の、はいはいはい、普通体型の女性、はい、普通体型じゃないだろう。ちょっとあのちょっと背大きい、ちゃうか、スラッとしてますね。いい、まあ、まあでも普通の、普通のそう女性でも、はい、飛ばせるコツとかなんかありますか？女性は、はい、まあ、力がないけど、はい、体が柔らかいと思うので、はい、なるべくテイクバックを大きくすることですね、はい、小さく関節曲げなきゃとか、はい、肘曲げなきゃとかこうあんまり考えないで、うん、もう腕まっすぐぐらいでもいいんで、なるべくこう大きくテイクバックを取ることですね、はい、体もその手を上げるだけじゃなくて、うん、しっかりこう胸とかも全部回転させた状態でしっかり大きくテイクバックを取るだけでも、うん、多分飛距離が伸びると思います、はい、結構こうスイングを気にしすぎて、うん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 、こうちっちゃく上げちゃう人とか多いんですけど、はいはいはい、もうあんまりそのだから、うん、肘を曲げなきゃとか脇締めなきゃとかあんまり考えないで、はい、高く大きくこう、うんうん、トップを作った方が、うん、飛ぶと思います。遠心力が使えるんで、飛ばしたいならちょっとオーバーでもいいってことですかね。そうです、オーバーでもいいです。うーん、なるほど。ドラコンの時なんかはもうわざとオーバースイングにするもんなんで。そうですよね、オーバースイングでもいいです、ね、体が柔らかい
ので、うん、女性の特権、女性の特権男性はこれをやろうとしても力がグッと入ってると関節が硬くなって可動域が狭くなるんですよ、うん、はいはい、そう、そうすると、うん、あの行きたくても行かなくなっちゃうんで、うんうん、女性は力が入らない分、うん、しっかり大きいトップを作って、うん、男性に負けないぐらい飛ばしてください。なるほど、はい、ありがとうございます。13度ですね、はい、13度でしっかり振りたいと思います。ゆこちゃん見えます？玉の位置。はい、わかりました。はい。おっと。まあないそう。まあちょっと右向いてたんですけどね。あ、結構切れた。結構切れた。あ、よかった。なんで私は入らなかったんだ。惜しかったです。すごい怖いし、あそこの木がすごい邪魔で。13番、パワー5。こういう時はあれだけ端っこを使います。あっちに立つよりかは全然右吹き流し方向よりちょっと左目に狙って、うん、はい、完璧。いや、これバンカー入っちゃうかな。そこまで行っちゃいますか。やめたの。まあ、ナイスショット。どうなんですかね。おお、言った通り。言ったけど、おお、すごい。ナイスナイス。いいですね、スイングプレーの綺麗。よかった。いい感じ。今でカート道よりちょい右向いてます。いいですか、それでも。それ。赤息を頑張ってまっすぐ向いてください。そうそうそう、いいですね。いい感じです。完璧。OK。全然 OK ですよ。ナイスナイス。うん、ありがとうございます。あれがさっきの方向を向いてると池まで曲がっちゃってたリスクがあるっていう。あー、なるほど、はい、試されますね。おー、いやでもまっすぐ行っちゃってる。惜しい、惜しい。勇気ねえな。
どこが怖かったんですか？いや左です。ああ。だから、はい、なんですかね、ちょっとほどけちゃいました。あ、だから良くないですね。もうここで、ここら辺で、ああ行きたくないみたいな感じでこう、もうこの辺からほどけてたんですよね。だからダフっちゃってダメでしたね。ああ本日2回目のグリーン外したのかな。アプローチ全然距離感が合わなかった。これも弱い。弱いよ。あー、切れない。全然切れない。切れないと見たのに、さらに切れなかった。大きい。あれ？こっち行った。ちょっとさっきからスライスとフックを読み違っちゃいますね。おー、届いた。もう聞いて、ありがとうございます。今私も、あ、とかって。ありがとうございます。